標識と三々拍子。これは何か知っていますか？2つの長方形の木が長い線に繋がっています。これは標識と言います。標識は2つの特徴があります。1つ目は十分な硬さのある木を使います。2つ目は木をつなげている縄が使用者のお仲間であります。 標識は木をお互いいに打ち合わせると、とカカンカンという音が出ます。標は現代でも広く使われています。起源は江戸時代からです。当時の地域のパトロール隊の安全を維持するために毎日見回りをします。警防団や消防団などが夜見回るときに取締り用心、日の用心と声を上げながら、 拍子木をカチカチと打ち鳴らして歩きます。現代では歌舞伎、相撲、紙芝居でも使われます。今日皆さんに紹介する三本締めでは拍子木を使います。続いてはこちらの映像をご覧ください。一二三。好，接下来我们要做的是日本版的《爱的鼓励》三本締め。大家把手借给我。好，有。 三本締めとは何か、日本版の愛の励ましとも言えます。三本締めは、日本の風習の一つで、会議、結婚式、会社の歓迎会。商談などで行います。物事が円満に終了を示しています。三本締めとは、手拍子を三回打って、また三回打って、さらに三回打って、最後に一回打ちます。それを三回繰り返します。 教育現場でも使いますよ続いてはこちらの映像をご覧ください みんなできましたかではやってみてくださいね